はいどうも皆さんこんにちは。本日もあつ森動画撮っていければなと思ってます。ただ今日はですね、一つトピックスがあるんですよ。では具体的にどういったトピックスかというと、人気住民ランキング、今日はこちらについて取り上げていきたいと思っております。皆さん、人気住民ランキング、今日はですね、海外のランキングになります。ゲームウィズさんが集計されたランキングになるんですが、ただ今回はめちゃくちゃすごいんですよ。何がすごいかというと、今まではトップ30、具体的には1位から30位まで紹介していたんだけど、今回はなんとですね、450匹の順位がわかる、そういったランキングが公開されておりました。内容に関しましてはめちゃくちゃ面白いです。ですので今回取り上げていきたいわけなんですが、ただ今回ですね、海外のランキングですので日本ではないんですよ。なので日本で人気の住民がこの海外のランキングで上位につけてるかというと、そういったわけではないので、そこについては1点注意が必要なのかなと思いました。はい、ということで早速内容に入っていきましょうか。そしてその前に、もし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからもあつ森動画見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。おそらくあつ森をやってる方であればチャンネル登録しておいて損はないと思うので、ぜひ気軽によろしくお願いします。では早速内容に入っていきましょう。はい、ってことでこちらがですね、ランキングになるわけなんですが、今から見ていきましょうかね。では下の方から見ていきましょうか。はい、ってことでこちらが、まあ、下から数えたランキングになるんですけど、でここら辺に関しては見てもらったら分かる通り、固定キャラたちが非常に多いですね。まあその理由っていうのがいろいろあるわけなんだけど、やっぱりですね、あつ森に登場してないキャラが非常に多いんですよ、ここら辺は。ね、カッペイファミリーとかもそうだし、おまわりさんとかもそうだし、あと亀山さんとかもそうだし、ここら辺に関しては、あつ森に出てません。なので順位が低くなってるのかなと思いました。まああつ森っていうかさ、これね、一応動物森人気住民ランキングっていう形になってるんで、まあ歴代の固定キャラとかも含まれてるみたいですね。てか、ことぶき入ってるんだ。まあいいや。ってことで、どんどん見ていきましょう。で、ここら辺は比較的、やっぱ固定キャラが多くなってしまってますね。お、ペルミちゃん懐かしい。で、下から順に見ていきたいんだけど、おー、なるほどね。お、マイコちゃん。てか、マイコちゃんってさ、本作出ないのかな、結局。どうなんでしょうか。で、パニエルとか入ってきてる。マスターとかも入ってきてるわけなんだけど、マスターってさ、もうちょっと人気なイメージがあったんだけど、比較的順位が低いみたいですね。で、お!ここから住民たちがちらほらやってきてますね。お!シャンク!なんかちょっと上位だな。なるほどね。固定キャラの中では比較的人気っていうことか。で、住民たちの顔がここから色々入ってきてるわけなんだけど、お!柴田理恵!柴田理恵が402位につけております。で、ボイドであったりとか、お !DJ ケケも入ってる、トタケケも入ってますよ。で、398位なんだ。まあ、高くはないんですね。てか、ちょこちょこ固定キャラ入ってるな。なんか、こう見てみると固定キャラって本当に多いんですね。動物森のシリーズって。で、怪しい猫も入ってきて、常吉も入ってきて、で、ゆうたろうも入ってきてるわ。もはや住民でも何でもないけどな。で、どんどん見ていきましょう。ちょっとね、数が多いので流して見ていければなと思いますね。ただ、あまりにも数が多すぎるからな。で、レイジがここで入ってきまして、おハムカツハムカツやってきたぞ。で、ここでハムカツがやってきまして、で、豆粒かなこれは。あ、多分これね、豆粒だと思います。どっちが豆吉で、どちらが粒吉かわかりませんが、顔が全く同じですね。ですので、まあ、豆粒たちはここら辺の順位ということをご認識していただければと思いますね。では、どんどん見ていきましょう。おメラルダさんじゃねえかメラルダさん入ってきたな。で、アイソトーブが入ってきて、で、他には、お博士も入ってきて、おストロー懐かしいめっちゃ懐かしいよ、ストローくん。ストローくんはね、僕のサブ島に住んでたんですよ。まあ、住んでたっていう言い方語弊があるか、今も住んでるんで。ただ、ストローの顔久しぶり見たな。そもそも俺さ、サブ島自体起動しないから、なんかそう思うと結構新鮮ですね、こう見てみたら。ね。で、トンコちゃんが入ってきて、お
見知らぬ猫も入ってきた。怪しい猫がさっき入ってたんだけど、見知らぬ猫も入ってるみたいですね。で、どんどん見ていきましょう。で、あさみちゃんが入ってきた。あさみちゃんって固定キャラの中だとだいぶ上位なんですね。なるほどなるほど。ってことで、どんどん見ていきたいわけなんですが、さあ上位は果たしてどうなっているのか。お、ふうこちゃん入ってきました。で、ここに来てふうこちゃんがやってきまして、ミミィちゃんも入ってるね。ミミィちゃんってさ、比較的人気キャラっていう印象があったんだけど、そんなに順位は高くないんだ。まあ日本では人気っていうだけの話なんかな。海外のランキングなんで何とも言えないところなんですが、まあこういった順位になってます。で、あとは、お、たぬきち、たぬきちも入ってきた。ここに来て入ってきました。で、ふーたも入ってきた。ふーた上位やな。固定キャラ多いな、こう見てみると。で、たまちゃんも入ってきて、で、あとはブレンダちゃんも入ってきてますね。パネーさんいた。ちょっと待って、パネーさん結構上位じゃないか。254っていうことは、まあ、真ん中より若干低めではあるんだけど、思ってるより上位だ。パネーさんこんなところにいたんだ。すごいな。で、どんどん見ていきましょう。で、お、ネッシー、うちの島にもいるよ。で、フルメタル、そしてブロッコリーも入ってる。まあここら辺に関しては僕の動画で結構出てますよね。特にフルメタルに関しては飛び盛り時代かなり人気でした。で、ブロッコリーもね、最初の頃は人気だったんだけど、引っ越しちゃいましたね。いや、懐かしいな。ここら辺は自分の村とか島にも住んでたんで、結構思い入れがあるキャラクターたちです。で、どんどん見ていきましょう。はいはいはい。なるほどね。うわ、ジミー。ジミー、ここにいたのか。結構上位やな。で、タモツで、アセクサで、で、あとは野原ひろし、野原ひろしもいるんだ。で、牧場の朝もいて、で、ゴランヨもいて、ゴランヨもいて、で、あとは、おー、すごいすごい。で、2号だっけ？ 2 号で合ってますかね。あ、合ってますね。で、2号がここら辺に入ってきたと。なるほどなるほど。てか1号2号って結構人気ですよね。で、ミカッチが入ってきて、で、お、ワニーさん、殿堂入りのあのワニーさんが入ってきた。シュガートーストでおなじみのあのワニーさんですよ。パネーさんとワニーさんという認識がめっちゃ強いわ。シュガートーストといえば、確か初期住民じゃなかったっけ。懐かしいね。で、あとはバンタムか。てかワニーさんって今まだいるんだっけ、どうだっけ、忘れたわ。で、あとは目星キャラたちはいますかね。なんかいますかね。ここら辺はなんか比較的平和ですね。うん。あ、ジンペイが来た。ジンペイここに来てやってきました。なんかさ、萌えって書いてあるけど、これ海外では萌えっていう表記なんかな。ちょっとわかりませんけど。っていうことでジンペイがここに来てやってきました。ただ450人中149っていうのは、まあそこそこ上位ではあるんですよね。全体の3割ぐらいっていうことでしょう。まあ人気住民ではあるんじゃないでしょうか。で、あとは何かいますかね。おお、ここら辺は比較的平和だね。うん。で、スパーク、スパークやってきた。俺が欲しかった住民じゃないか。ここに来てスパークくんやってきました。で、他は何かいますかね。トレンド系は、お、1号がここに来て入ってきた。この1号くんなんだけど、どれぐらいの方が覚えてるか分かりませんけど、日本国内の人気住民ランキング第1回目ではなんとね、この1号くんがナンバーワンでした。ジャック、チャチャマル、ジュンくん、ブーケ、他にも人気住民っていうのはたくさんいるわけなんだけど、そういった並みいる強豪を抑えて、なんとね、この1号が日本国内トップだったんですよ。確かあつ森人気住民ランキングで1位だったはずですね。あれはまあなかなか衝撃的でしたね。なんで1号みたいな。ただまあ1号もね、人気住民ではあるんですが、ただ海外ではそんなに
順位は高くないみたいですね。まあ低いか高いかで言うと結構難しいところにいると思うんですが、まあとりあえずね、事実としてここの順位にいるっていうことですね。はい。で、こんな感じで、おクリスチーヌが入ってきた88位、ゾロ目ですね。で、他は何か目星がいるかな。お、バニラちゃん、タイヘーター。で、リリアンであったりとか、ゲンジ君であったりとか、やっぱりあれなのかな、狼系住民とか、猫系住民とか、あとはウサギ系住民とか、まあそこら辺は比較的人気っていう認識があったんですが、やっぱりこう見てみたら人気なんですね。あとリス系とかも人気なイメージがあるな。あと子グマとかね。で、他は、お、ロボ！あれ？ロボってこんなに順位低かったっけ？ちょっと待てよ。なんかもうちょっとさ、高かったイメージがあるんだけど、なんか思ってるより高くないんですね。なんか結構意外だなと思いました。もうちょっと上位なのかなと思ったんですけど、この順位なんだ。なるほどね。で、あとは、お、フリルお姉さんで熊吉もいるぞ。ちょっと待てよ、熊吉もいるじゃねえか。熊吉にフリルお姉さんもいるっていうことで、これは結構ネタ要素が満載ですね。ただ55位と56位だから、まあこう考えたら、まあ、人気住民ではあるのか。なるほどね。で、キャビアちゃんも入ってきた。で、おぉ、しずえさんが入ってきてる。え、待って。固定キャラでナンバーワンかっていうことは、固定キャラにもかかわらず、なぜか46位に入ってくるしずえさん。最高やな。すごいね。さすがしずえさん、最高だぜ。46位か。まあ、順位的にはちょっと難しいところではあるんですが、ただ46位、45位ぐらいからちょうどね、上位 10% に入ってくるんですよ。ただそう思うと上位 10% って聞いたら、まあ、結構人気っていうイメージが強いですよね。で、あとは、はいはいはい、お、雪見お姉さんで、他は何かいますかね。ビンタか。ビンタはね、日本国内だともうちょっとね、順位が上なんですが、まあ、海外だとここら辺っていうことか。で、あとメープルちゃんであったりとか、ブーケであったりとか、キャラメルッチであったりとか、お、マモールであったりとか、ラムネちゃんであったりとか、あれ、チャチャマル、まさかのここですか。チャチャマルさん、ここに入ってきました。で、あとカモミちゃんか。あれ、チャチャマルってさ、海外でももうちょっと人気なイメージがあったんだけど、15位なんだね。なんか日本国内だと確か前回の人気住民ランキングではチャチャマルが1位だったんですよ。なので海外でも結構人気なのかなと思ったんですが、まあ人気ではあるけど、むちゃくちゃ人気かと言われると難しい順位にいますね。なるほどなるほど。まあいいや、とりあえず事実としてここにいるっていうことですね。で、あとはまあここら辺に来るとやっぱり、まあ鉄板の人気住民たちが多いってイメージですね。まあ例えば弥生ちゃんだったりとか、パッチだったりとか、まあかなり個性的なキャラクターなんですが、こういった個性的なキャラクターっていうのは日本国内でも受けがいいんですが、ただ海外ではめちゃくちゃ受けがいいみたいなんですよ。まあそういった話は聞いていたんですが、ただ思ってるより順位が高いね。で、あとは、お、モニカとかニコバンとかも入ってきまして、で、あとミスズであったりとか、おお、あとタコヤとタコリーナが入ってる。すごっ。え、3位と4位なんだ。まあ確かに前回の日本国内の人気住民ランキングでもトップ10入りしてたんですよ、どちらも。なので、まあ比較的人気っていう印象はあったんですけど、ただこんなにも人気って思わなかったわ。すごくないか。ちょっと待って。全体で3位と4位っていうことでしょう。とんでもないな。はい、なるほどね。結構面白いランキングだなと思いました。で、栄えある1位と2位は、ジャック・ジュン君でした。まあここに関してはなんとなく想像つきましたよね。ただジャックがね、結構意外だなと思いましたね。まあこれの理由っていうのが、日本国内のランキングだとジャックってね、確かトップ10にギリギリ入るか入らないかみたいな、多分そこら辺の位置にいたんですよ。なので海外版だと結構躍進してますね。かなり上位じゃないか。すごいな。まあジュン君に関しては国内海外問わず、まあ人気っていうイメージはあったんですけど、
まあなかなか腹のランキングだったんじゃないかなと思いますね。たださっきも言った通り、チャチャマルがね15位っていうのがちょっと意外だったわ。もうちょっと高いんじゃないかなと思うんだけど、ただまあ事実として、まあこういったねランキングになってるんで、まあこれが事実としか言いようがないですよね。まあとりあえずこんな感じですと。でこのランキングを見て皆さん様々なことを感じたと思います。まあ感じたことであったりとか、思ったことであったりとか、感想だったりとか、ぜひ気軽にコメント欄に書き込んでいただければ幸いですね。よろしくお願いします。まあ本当にね気軽に書き込んでいただければありがたいんで、まあなんとなくでもいいから書いていただければと思いますね。はい、ということで今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録を済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。じゃあね。